はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちら FIT2 の RS で、はい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 、今日もやってまいりました。今日もですね、ホンダカーズ大阪東花園店さんで、車の方をお借りしてレビューしようと思います。早速外装の方を見ていきましょう。ホンダフィット RS ということで、待ちかねてた、ひょっとして、価格の方は78万6千円税込み、初年度登録が、平成23年式になりますね。車検もついてて、令和4年の4月まで、車検がついております。走行距離ね、4万6千キロなんですね。あ、いいんじゃない、これいいんじゃない。やっぱ本物感あるよな、これついてるだけで。ええやんこれこれええやんこれ。78万、マジ。あえてフィット2買うっていうのもいけてるかもしれんな。純正です。16インチを履いております。これタイヤはどうでしょうね、ちょっとひび割れがありますが、まあ変えてもいいと思いますよ。このくすみ加減でだいたいこのどういう立地条件で置いてたかっていうの分かりますけども、まあ年式なりといったところじゃないでしょうか、フィットちゃん。よし、この勢いで内装を見てみましょう。あ、結構何綺麗。ほらシート、これちょっと寄ってみますね。あ、布綺麗わこれ。あれ、やっぱ4万キロやからそんなに乗ってなかったんすかね。この子オートマだったのね。ちょっと椅子の設置が上の方かもしれない。っていうかフィットらしい乗り味。さっきね、ちょっと S660 乗ってたんで、ちょっとこれ下げてみますね。ちょっと下げます。あ、これ以上下がらんねや。はい。こんな感じです。綺麗。内装綺麗。ちょっとエンジンかけてみましょうか。どこ？あ、そうそう、こう。昔ながらの鍵でした。はい。こんな感じです。うん、4万6000キロ。まあ、年式も問題なんですが、走行距離っていうのがやっぱね、一つの目安になりますよね。もうハンドルもね、そんなにやれた感じはない。だいたいこの辺ね、白っぽくなっちゃうんですけど、そんな感じも見受けられないですね。あ、で、ちゃんとナビついてます。これね、ナビたまについてなかったりするとショックですよね。あ、で、この丸いね、インジケーター。これは、エアコンとかの、あ、これティッシュ入ってた、ティッシュ入ってたけど、あ、ティッシュ入るんやな、一箱。あ、まあまあ、グローブボックスもね、綺麗な状態で。あー、リアシートもかなり綺麗よ。あ、これヘッドレストこんなにしまえるタイプなんやな。私ね、ホンダE、電気自動車乗ってるんですが、後ろ狭いんですよ。本当にね、車両のサイズほとんど変わらないですけど、あ、いいな、フィット。後ろ余裕で乗れるわ。ちなみに、後ろから見た姿こんな感じです。いいよね、フィットね。やっぱ乗りやすいなと思いますよ。窓が大きいし、ね、サイドブレーキもなんかステッチがついててかっこいいわ。リアテール開けます。わー、十分。使い勝手ええわな。すごい、この下もこんな広かったんや。うわー、工具が入ってる。へー、ちょっとした空間あるんや。知らんかった。ではね、こちらの車試乗できるので、今から乗ってみようと思います。では試乗の方をしてみようと思います。今日も安全運転で行ってみようと思います。後方確認、よーし！おほほほほほ。ホンダフィット RS、フィット2でございます。1.5 リッターということで、なんじゃこりゃあれちょっと今一足というか出だしえぐなかった、こんなんやったっけ。なんかね、あとブレーキの感じがちょっとまだ慣れてないです。わ、すごいこれ。あれ、そっか、さっきね S660 乗ってたんですよ。いや、 660cc でね、よくあんなにパフォーマンスが出るもんだなと思ってたんですけど、やっぱ 1.5 リッターってこんな
すごいこれ、なんかちょい踏みアクセル。何これ、このギア比どうなってんのこれ。タウンユースに振ってるかなこれ、あのストップアンドゴーに振ってると思います。アクセルの踏みしろがほぼないこう何 10% ぐらいでグンとくる。これちょっと最初ね乗る方気をつけないとね、あのなんか昔のターボ車みたいな感じでグーンとくる。あ、こんな感じだったっけ RS って。であとね FF 車、まあフロントエンジンのフロント駆動なんですよね。で、まあ、若干ねやっぱハンドルってね重め設定というか重くなっちゃうんですかね。ただその辺ね、あのわざとこれ味付けなのかなと思ってたんですけど、 FF 車って若干重く感じます。あのさっきあの S660 とで、私今ホンダ E、 あの RR 車ですね、リア駆動リアエンジンリアモーターね車、あのさっき運転してきたんですが、やっぱそれに比べるとやっぱハンドルって重いんだなと思いました。フロントにエンジンが乗ってるせいもあるんかな。なるほど、 RS フィット2こんな感じか。ちょっともうちょっと走ってみたいな。あーでこれそうマニュアルじゃなくてちょっとあれだなと思ったんですけど、オートマなんですが、このパドルシフトがついてるんですよね。そっか、この時代からついてたかパドルシフト。はい、ちょっと前が空いたので踏んでみようと思います。あ、いい音鳴るわ。マフラーええ音鳴る。あれ、ほら、意外や意外。これノーマルのマフラーですけど、やっぱ味付け結構してるんかもしれんな。3思い出そう、フィット3の RS 前乗ったよな。あれよりね、なんかねアクセルの踏みしろが敏感って感じがする。なんかもうほとんど触った、あのアクセルね触るぐらい、足ポンとポンとね触るぐらいです。うん、ちょっとやっぱキックダウンするまでに若干ロスがあるかな。まあでも思ってた以上に加速する、この一速からの加速、これちょっとこれ最初慣れが必要かもしれん。それぐらいグッとくる最初。はい、というわけで、フィット 1.5 リッター RS フィット2、78万6千円で販売しております。詳しくはね、あの下の概要欄に貼ってますので皆さんクリックしてくださいね。そして私のチャンネル面白いと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、というわけで、フィット2 RS、オートマを乗ってみたでした。じゃあね、もーい。